こんにちは、茂木和也です。この部屋は我が家のリビングの後ろにある和室なんですけれども、神棚が置いてあったり、子どもの服とかですね、絵本とか置いているんですけれども、ここがですねだいぶ汚れてきましたので、今回はこの和室を掃除していこうと思います。特にですねこの人工畳が汚れているんですよ。後でカメラを近づけてお見せしますが、この距離からでもですね汚れが見えませんか？見えますよね。こことか食べ物飲み物のシミなんですよね。シミと言いますか汚れですね。というのもここのスペースは主に子供たちがですねここに横になってスイッチをやったり YouTube を見たりするんですけれども、お菓子とかですねジュースとか食べながら遊んだりするんで、まあ、汚れるんですよね。でなかなか目につくところじゃないので、これまでちゃんときれいに掃除するっていうことはほとんどしてこなかったので、この人工畳を中心にですね掃除していきたいと思うんですが、先ほどダイソンでホコリ取りはザッとしました。でまず先にですねダイソンでは吸い切れないホコリをウェーブハンディワイパー超ロングタイプを使って取っていきたいと思います。これですね、はい、これで葉ばきのホコリとか窓のところとかハンガーの下のところとかってホコリ溜まりやすいですよね、まあ、そういったところを取って、その後ですねこの人工畳の掃除に入りたいと思うんですけれども、今回は何で掃除していくかというと、こちら歌丸クリーナーを使って掃除していこうと思います。歌丸クリーナーだけでは畳のですね溝の汚れをうまくかき出せないので、このチャンネルブラシを使ってですねこうかき出すようにしながら汚れを落としていきたいなと思います。では先にホコリ取り始めていきます。こういう端っこってホコリがですねウェーブハンディワイパーだけでは取りきれない時もありますよね。そういった時も先ほどご紹介しましたチャンネルブラシ便利なんですよ。こういった形でですねやるとホコリがきれいに取れますね。取れないときは先ほどと同じようにこうやってですねチャンネルブラシでやると綺麗に取れますね。こういうふうにちょっと角度を変えてあげるとほうきみたいにして使えるんですよね。これもすごく便利ですね。はい、ホコリ取りが終わりましたので、いよいよ人工畳の掃除に入っていこうと思いますが、先ほどお伝えした通りこの歌丸クリーナーをシュッシュッと吹きかけて、それでですねこちらスコッティの洗って使えるペーパータオル、これで拭いていこうと思います。そして落ちない汚れがあった時にはスポット的にチャンネルブラシを使って落としていくというやり方ですね。では始めていきます。だいぶ汚れてますね。早速ですね落ちない汚れがありました。ここですねちょっと見えにくいかもしれませんがやってみますね。ちょっとつけて、そして畳の目に沿って、あ、綺麗に簡単に落ちますね。引き続きやっていきます。ここもありますね。ここは濡れた後なんですよね。こことここカメラ近づけますね、はい、これですね、ここシュッと吹きかけて、あ、簡単に取れますね。ここは結構頑固ですね。あ、取れましたね、はい、ここにもありました。ここも同じくシュッと吸ってして、
取れましたけれども、あまり強くやるとダメですね。ブサブサしますね。力加減重要ですね。あまり強くやるとダメみたいですね。引き続きやっていきます。ここにですね、ボールペンの跡がありますね。ボールペンの跡となると、大大の雫ですよね。大大の雫を使って落としてみようと思います。大大の雫、これをちょっとつけて、少し置きますね。その間にここですね、ここにも取れない汚れがありましたので、シュッとスプレーして、そしてチャンネルです。これあまり強くやるとダメだったんで、今度は軽くやりますね。はい、取れました。拭きますね。軽くやろうと思ったんですけれども、結構頑固で少し力を入れてしまったんで、若干ですね、毛は立ってますね。そんなひどくないです。だから本当注意しないといけないですね。はい、ここにもありました、2箇所。細かくこういうふうにブラシ洗いするといいかもしれませんね。汚れが固くなって挟まってるって感じなんですよね。べったりしてるって感じではないですね。何の汚れかちょっとわからないですけどね。頑固ですね。取れてますかね。糸がちょっと黒ずんでる感じですけど、汚れは取れましたね。まだ残ってますね。やっぱり大変ですね、人工畳とはいえ。天然の畳よりもですね、掃除は楽なんでしょうけれども、とはいえこの小さな隙間にですね、汚れが入っていくんで大変ですね。ちょっと残っちゃってますけどもね、あまり強くできないんで、ここはこれで諦めます。はい、そしてここのボールペンのところ、このまま拭いてみましょうか。まずは、取れないですね。もう一度つけて、今度はチャンネルブラシで洗ってみようと思います。今度はですね、この桜たわしで洗ってみようと思います。こっちの方がよく落ちると思うんですよね。でもすごい頑固ですね。チャンネルブラシでゴシゴシやったらですね、まあ、毛羽立つじゃないですか。ということは繊維一つ一つにボールペンがですねついているという感じですから、あとは染み込んでいきやすいというところもあると思いますけれども、そういった素材ですとやはりですね大変ですよね。少しは薄くなりましたけれども、完璧には綺麗にはなりませんでした。なんとなくこのチャンネルブラシを使うコツが分かってきました。そのやり方をですね、ここの汚れでですねやってみたいと思うんですけれども、先ほどと同じように隙間にですね汚れが入ってきますよね。シュッとスプレーして、先ほどは大きくこうスライドさせてやりましたよね。そうすることでこの人工畳がですね毛羽立ってきてしまうということがあったんですけれども、そうではなくて本当にですねもう小さくもう押し込んでですね、こう中にこうチャンネルブラシのナイロンの毛をですね入れてあげるような感じ、こうやると傷めることなく落とせますね。ほらですよね。ここでもやってみますね。ちょっと小さな汚れ、そしてこういう感じ、こうやるのではなくて、はい、取れますよね。この汚れでもやってみますね。それほど色が濃い汚れではないんですけれども、シュッとスプレーして、そして
押し込むような、ブラシ洗いというよりは押し洗いみたいな感じですね。して、うん、いいですね、綺麗に取れますね。では引き続き掃除していきます。はい、歌丸クリーナーでの拭き掃除が終わりました。この後ですね、洗って使えるペーパータオルをもう1枚新しいの使いまして、水に濡らしてですね、洗剤が残らないようにしっかり水拭きしていこうと思うんですけれども、大した内容じゃありませんので動画はここまでとさせていただきます。まあ、結構ですね汚れがついてまして、さらにですね見た目以上に拭き上げてみると汚れがですねペーパーについてだいぶ汚れてるんだなっていうことが分かりました。こんな感じですもん、ほら真っ黒。それで今回ご覧いただけた通り、いくらですね人工畳とはいえ掃除が大変なんですよね。それは家を建てる時からですね分かっていたことなんですよ。少しでも掃除が楽になればいいなということで、天然ではなくて、人工畳にしたんですけれども、それでもですねフローリングと比べたら全然大変じゃないですか。なのになぜここの畳の部屋を用意したかというと、上を見てもらえれば分かるんですけれども、ここに神棚があるんですよ。神棚を取り付けたくてだったんですよね。神棚がある部屋は和室にしたいなという思いがありまして、あとそれともう一つの理由としては、家を建てる時は子供たちが小さかったんで、子供たちもですねこういったクッションが効いてて、普通のフローリングで遊ぶよりもですね遊びやすいのかなと。あと親の立場としてもですね、万が一ゴロンと転んで頭をぶつけたりした時もですね安心ですよね、フローリングよりは柔らかいんで。そんなこともあって和室の部屋をですね一つ用意したんですけれども、やはり大変ですね掃除が。でここで子供たちが遊んでるんで頑固な汚れがつきやすいということもあってですね、本当に大変だなということを思いました。ということでですね、人工畳の掃除の仕方としても今回の動画を参考にしていただきたいなと思うんですけれども、あとですね人工畳に興味があるという方ですよね、これから家を建てたいと、そして人工畳を一室用意したいという方もですね参考になれば嬉しいです。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも